米ホワイトハウスは10日、ニューヨーク州バッファローのデモ参加者が警官に突き飛ばされて負傷した事件で、トランプ大統領が陰謀説を示唆したことを擁護した。トランプ大統領は前日、白人警官による黒人男性暴行死に対する抗議デモに参加し、警官に突き飛ばされ負傷したマーティン・グジーノ氏75が急進左派の活動家、ネットワークアンティファの工作員の可能性があると主張し、警官に押されたよりも激しく転んでいた。仕組まれていた可能性もあるのでは？とツイートした。主張を裏付ける証読んどころは示していない。ホワイトハウスのマクナニー報道官は、FOX ニュースに対し、大統領は疑問を投じたに過ぎず、しかも正当な疑問だ。疑問を投じることは、トランプ氏の権利だと語った。トランプ大統領のツイートを受け、野党民主党の間からは批判が噴出。ニューヨーク州のクオモ知事は前日、嫌悪感を覚えるとし、謝罪するよう要求した。共和党議員やメドーズ大統領首席補佐官らはコメントを控えているという。複数メディアによると、負傷したグジーノ氏の弁護士は、トランプ大統領のコメントについて、邪悪で危険かつ真実でないと述べた。